使ってる無線技術は LPWA という無線技術を使ってます。今回国内で新たに日本の無線周波数に合ったものを開発し直しました。でこれを使うとですね、非常に遠くからのデータを確実に受信することができます。 LPWA を使った最初の施策は登山の見守りを考えています。山の中では携帯電話つながらない場所が多いです。でも LPWA だったら電力はほとんど食わずに長い時間現在どこに登山者がいるのかという情報を麓に送り続けることができます。だからそれを使って登山を安全にできないかという挑戦を第一番目に考えています。